はい、What's up? のりのキッチンです。今日はチキンソテーです。チキンソテーを簡単に作っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、こちらが材料です。後でね、書いておきますんで。はい、じゃあまずはチキン2パウンドね、2パウンドです。これ今日安売りしてたので買ってきました。はい、ちょっとね、水分をペーパーで拭いてから、切り目をちょっと入れてね、切り目を入れて、とこれも切り目を入れます。はい、ちょっとね、平らになるぐらいまで切り目を入れます。これ骨付きなんでね。はい、カットします。表面に塩コショウ、はい、小さじ1杯ずつ。私いつものあれですね、スパイスミックスのやつ、スパイスミックスとハーブソルト、ハーブが入ってる塩のやつをね入れます。はい、こんなもんで。ガーリックも3つ4つ叩いて入れていきます。はい、オリーブ油で、ガーリックを炒めてお肉を入れていきますね。こんな感じです。返していきますね。お、いい感じです。いい感じに焼き色がついて、で、ワイン、また飲んで、ワイン 50cc。 ちょっとね、焼き色がついたなと思ったら一旦出します、お皿に。はい、一旦出しますね。うー、美味しそう。そしてここにね、バターでチキンブロース、レモン半分、煮立てて、ここにね入れていきますね、チキンを。そして仕上げに煮ていく感じですね。入れていきます。はい、弱火でね煮ていきましょう。片面5分ぐらいずつ、5分5分で10分ぐらい煮るのかな。でも中見てくださいね、焼けてたら。その家庭に、ご家庭によってね、火の火力が違いますんで、ちょっと中がね焼けてるかどうかも見てみてください。これでね5分5分10分煮たんですけど、中を一応ね見てみて、チキンなんでダメそうだったらもうちょっと、あ、もうちょっとだな。はい、もうちょっとですね。あとね10分置きます。10分、弱火で10分。できたら取り出して、あらら、滑るね、気をつけてくださいね、熱いんで。そしたらね、このソースに飾り付けの卵じゃないや、トマトと、あとグリーンピース少しね入れて、ちょっと煮立たせますね。これを上にかけて出来上がりです。はい、出来上がりました。これでねソースをかけてどうでしょうか。こんな感じに、はい、出来上がりです。はい、出来上がりました。チキンです。食べてみたいと思います。いただきます。これ、うん、大丈夫、中までね火が通ってます。
皮が美味しい、うん、ワインに合います。ぜひぜひ作ってみてください。ありがとうございました。バイバーイ。